こんにちは、睡蓮のウクレレ大正ロマンです。始まりました。今日も見てくださってありがとうございます。そうですね、今日はビールダル、もう年末、年も迫ってきて、なんかクリスマスパーティーとか、なんか忘年会とかね、ある頃かなと思っていて、そうですね、ビールダルっていう歌が発見しましたので行ってみようかなと思います。これ北原白秋様の詩で、またなんか無理言ってこんななんかコロコロ転がっているような曲を、橋本邦彦様とおっしゃるんですかね、作ってもらったんじゃないかなという気がしなくない、なんかそういうストーリーを自分でこう勝手に考えて、なんかウキ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 楽しんでしまっているんですけれども、これですね、本当はね、転がせ転がせビールダルで始まるんですけれども、これ合唱曲で臨床みたいに歌うんですね。転がせ転がせビールダルって言ったら、次の人も転がせ転がせみたいな感じで、まあ、カエルの歌がカエルの歌がみたいな感じですね。でコロコロ転がった感じを出すんですけれども、まあ一人で歌ってもいいじゃないですかっていう感じで、一人で歌う感じに勝手になんかちょっとだけ転がせ転がせビールダルを2回歌ってみたりとかして、ちょっとアレンジしてしまってますけれども、行ってみましょうかね。これマイナーで始まるので A マイナーから始まります。 E マイナーで、D マイナーと、あと D サス4っていうのを使うんです。 D、これが D ですけど、それを一つ横も押さえてこうするとなるんですね。 D サス4っていうやつ、なんかこれを使う方がいいかなっていう感じがしたので使ってみます。漢字でいきますからね、理論じゃなくて漢字でいきますからね、はい、いきます。転がせ転がせビールダル、転がせ転がせビールダル、赤い入り日のなだら坂、止めても止まらぬものならば、転がせ転がせビールダル、転がせ転がせビールダル、転がせ転がせビールダル、赤い入り日のなだら坂、止めても止まらぬものならば、転がせ転がせビールダル、転がせ転がせビールダル、ビールビールダル。どうでしょう、忘年会でこういうのを歌ったらちょっとおーとか思われるかもしれないですけどね、どうかな、思われないかな。まあ、この後盛り上がった勢いで、じゃあビールで乾杯しましょう、みんなもう一杯頼んだ方がいいよとかって言って、お店の人に貢献するっていうのもいいかもしれないですね。ぜひお店の人に貢献してあげてください。じゃあもう一回歌います。 A マイナーから始まります。転がせ転がせビールダル、転がせ転がせビールダル、赤い入り日のなだら坂、止めても止まらぬものならば、転がせ転がせビールダル、転がせ転がせビールダル、転がせ転がせビールダル、赤い入り日のなだら坂、止めても止まらぬものならば、転がせ転がせビールダル、転がせ転がせビールダル、ビールダル、ビールダル、おしまい。はい、では歌詞とコードはブログにアップしてますので、ぜひご覧ください。はい、よろしければ登録もお願いします。ではさようなら。